山って拝読したてまつる主蔵年少人号の第二十五章到底曰く摂取の役を被ることは平成か臨終快感答えて曰く平成の時なりそのゆえは往生の心まことにて我が身を疑うことなくて来光を待つ人はこれ三人具足の念仏申す人なりこの三人具足死ぬれば必ず極楽に埋まるということは勧行の説なりかかる志ある人を阿弥陀仏は自慢視線の光明を放して照らしたもなり平成の時照らし始めて最後まで捨てたまわぬなり軽がゆえに不赦の制約と申す。